天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は雅陵と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫吾を飲み込むには十分な大軍よ。さらには曹操は帝をいただいておるのだ。曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ。殿、高等六軍の民を思われよ。ここはどうか降伏をお入れください。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ奸臣の類と言えましょう。ならばこれに下り屈するなどできませんぞ。それこそ孫吾の皆が泣きましょう。我が孫吾の意見は大体こういったところだ。諸葛亮殿はどのように考える？今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と結び、共に曹操を討つのです。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる？今兵の高を語ることに意味はありません。劉備殿の人徳、そしてこの私の志望、これに孫吾の治癒を合わせ曹操の軍を退けます。汝の志望だと？えい、どこまでもバカにするか。もうよい。結論も出ぬようだし、ここは一度休憩しよう。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では解散とする。私の選択が孫吾の命運を決める。だが悠長に考えている時間もない。ならば私は決断せねば。まったく、殿も大変だ。みんな好き勝手言うのをまとめて決断するなんて。両党あざなは後席、父両宗と共に孫家に仕えてきた。だが両宗は河口での戦で高祖の配下だった関寧に討たれてしまう。関寧が孫吾に下ってからも彼を仇と憎む気持ちに変わりはない。曹操軍を前に両党は同じ陣の関寧の存在が気にかかっていた。まあ決戦も降伏もどっちもありでしょう。俺は殿の決断に従うまでだ。我らが孫吾を曹操に踏み荒らさせはせぬ。愛しき風景を守るためには戦いあるのみ。定法あざなは荘園、こわもてだが故郷の風景をこよなく愛する武人である。彼は孫策の後を継いだ孫権の招きに応じ孫吾の将となる。天下の曹操軍との戦いを前に定法の心は沸き立っていた。南戦北馬という言葉もあります。水上なら私たちの方が有利に戦えるはずです。陸遜あざなは白玄、五軍の四聖と呼ばれる名門陸家の出身。
炎術の時代に没落した家を再興するため孫権に仕官した。だが今孫吾は曹操軍の到来に揺れている。陸遜は孫吾の軍にあってその行く末を見定めようとしていた。ですが問題は数ですね。大軍に対する手立てがあればいいのですが。自分のふるさと徐州は曹操によって荒らされた。そして今流れ着いた自分を入れてくれた呉が曹操によって脅かされようとしている。曹操、孫吾の血まで奪わせはしない。我が輩は決死の覚悟で曹操と戦うのみ。孫権殿、孫策殿、そして孫権殿、三代に仕えた今、孫吾は我が子も同然。この身に変えても守り抜かん。曹操になど断じて下るわけにはいかん。たとえ勝機がなかろうと戦うまでよ。それで一人でも孫吾のものを守れるのならば、わしの命など何も惜しくはないわ。曹操に降伏したら孫吾は消えてなくなるかもな。そうなればいつかみんなに忘れられるよな。そりゃ嫌だよな。俺はともかく孫吾が忘れられるのは。だったらやるしかないよな。俺は無人、ただ主命に従い戦うまでだ。孫権殿は降伏などなさらぬだろうからな。孫吾は必ず守り抜いてみせる。そうであろう、孫策殿。たく、ごちゃごちゃと何を迷ってんだ。奴と喧嘩するために俺を誘ったんじゃねえのかよ。負けにビビってちゃ喧嘩なんかできねえぞ。覚悟決めて突っ込みゃいいんだよ。殿が迷われるのもよくわかる。ねえ、俺の頭は何も詰まっておらんのか。何か秘策があれば殿に進言できるものを。降伏しても孫吾は孫吾じゃなくなるんでしょ。だったら戦うしかないのに。でも賢人様はそう簡単には言えないのね。どうすればいいのかな。劉玄徳様や諸葛亮っていう人たちと一緒にいい方法を見つけられればいいんだけど。は意地悪してきてるんでしょ。だったらやっつけちゃえばいいのに。私たちだったら絶対勝てるもん。孫権様は一人で重圧を背負っていらっしゃる。少しでもお力になれればいいのですが。降伏はありえない。ならば問題はいかにして曹操の大軍を退けるかだ。私ともあろう者がいくつ策を講じてもどれも決め手に欠ける。何のために今日まで知略を磨いてきたのだ。劉備に会った甲斐はあったな。多少なりとも曹操を知ることができた。それに諸葛亮、彼は妨害の力となるだろう。彼らと我ら孫吾の将兵の知恵があるのだ。必ず活路は開けるはずだ。降伏などできん。殿、何が正しい選択か私には分からなくなった。降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば惨禍は免れない。民のことを思えば降伏が正しいのやもしれぬ。みな曹操に怯えているのです。自分と家族、孫吾の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと。俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう。よくて辺境に報じられ一生を虚しく終えることになるのですぞ。
私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが、私のことはいい。今は皆にとって、孫悟にとっての最善を考える時だ。父上、兄上、お二人なら、どう進んだろうな。お悩みのようですね、孫賢様。姉上。すみません、お話を聞いてしまいました。以前孫作様は孫賢様に言っていましたよね。うちのことは長相様に、外のことは周遊様に尋ねろと。すべてを一人で背負うのはきっと辛いです。でも皆さんと一緒ならきっと。周遊様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。周遊よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、降伏など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。降伏の道は元よりないと考えています。しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万、これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周遊。周遊殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。お前は諸葛亮、私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたに孫までさせるのですか。ならばと、お前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周遊殿の答えですか。ああ、私は孫賢殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では今語るべきはいかにして曹操に勝つかです。聞いていただろう、曹操に勝つ策などはない。周遊殿のことです。すでにいくつか策をお考えではありませんか。例えば家計など。恐ろしい男だな、諸葛亮。さすが画僚と称されるだけはある。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまい。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周遊殿、今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か？天の時、地の理、人の和、今ここにその全てが揃いつつあります。周遊殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。周遊よ、この話
まことなれば勝機はあるか。ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのなら、あの曹操にも勝てる。周囲、よく来てくれた。今降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにこの冬の長江を下ってきたのです。曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。付け入る隙は必ずあります。ゆえに周公金神明を賭して殿に進言いたします。曹操と戦うべしと。バカな。周囲よ、血迷うたか。周囲よ、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはならぬ。長相殿、これは降伏か決戦かという選択ではないのです。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を滑る者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。な、周囲。殿。殿、私の意は決した。我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫忠謀への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。諸葛亮は私の策をたやすく見抜いた。恐るべき男と言うべきか。いずれ孫吾にとって大きな障害となるやもしれん。いや、まずは眼前の曹操を打ち破ることが先決。今はあの男の智謀を頼みとせねば。周囲殿は諸葛亮と話して何かを掴んだようだ。ならばあとはその策をなすのみ。俺も力の限り戦うとしよう。周囲様が戦うって決めたんだよね。それじゃあ私も頑張れなくっちゃ。曹操を倒して周囲様に褒めてもらうんだ。周囲め、生白い若造と思っていたが見事な口上だった。やつめの言葉、この我が輩をも熱くしたわ。いやはや、周囲は若いのに頑張ってるな。あんなのを見せられちゃ俺も負けてられないな。孫吾のため今回は派手に暴れてやるか。道は定まった。打つべきは曹操、守るべきは孫吾。孫家三代への忠義、今こそ果たそうぞ。曹操の大軍、相手にとって不足なし。俺の部の全てをかけて奴の野望を砕いてみせる。こうでなくっちゃな。でけえ喧嘩をするためにここに来たんだからよ。よっしゃ、鈴の勘で思いっきり暴れてやるぜ。曹操相手の大戦、決して負けるわけにはいかん。この両使命、持てる全てを尽くして戦おう。戦うことになってよかった。
あとは勝って曹操の軍を打ち払うだけだ。自分はもう何も失いはしない。力の限り守るべきものを守り抜いてみせる。やれやれ、やっぱりこうなったか。まあ戦わないで下るなんて嫌だしね。見ててください、父上。父上の分も俺が手柄を立ててみせますよ。それがしの心は今炎のごとく燃え上がっている。帝将炎、愛しき孫悟のため曹操軍を打ち払わん。周瑜殿は秘策を得たのでしょう。あの諸葛亮という方とともに。気になりますが聞くわけにはいきませんね。陸白玄、戦場にて学ばせていただきます。この戦いに孫悟の足がかかってるのね。みんなのために絶対に勝たなくちゃ。孫権様はご決断なさったのですね。ならば私たちはお支えするのみです。孫悟を守るため全力を尽くして戦いましょう。父上、兄上、これが私の決断です。必ずや皆と共にこの孫悟を守ってみせます。曹操は俺が斬る。孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。大徳劉備殿と盟友となれたこと光栄に思う。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき嬉しく思います。私もよ、劉玄徳様。この戦い一緒に頑張りましょう。しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。なんとか勝利へ貢献できればよいのですが。劉備殿、この戦皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしく頼みます。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。はっ、ではまた後ほど。必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった。まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。盗難の数はまだか。周囲は、これ以上は持ちこたえられぬぞ。かくなる上は風が吹かずとも。いや待て、風向きが変わった。周遊殿、風が本当に。いやついに来たか。殿、全軍に出撃の許可を。よし、孫悟のすべて曹操に叩きつけよう。はっ、全軍家計の準備にかかれ。曹操軍をこの長江に沈めるのだ。郊外殿、河川での突撃お任せした。心得た。我が一世一代の大勝負、とくとご老中よ。見ておれ曹操、孫悟の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞ。いざ高幸福やらいでか。
戦だ。曹操よ、孫家三代の名代として再会の挨拶に参ったぞ。郊外殿が道を示してくれた。孫吾の将兵たちを奮い立て、今こそ曹操を打ち破る時だ。曹操軍は完全に撤退した。この戦、我らの勝利だ。孫権殿、お見事な戦でした。この劉玄徳、孫吾の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよねえ、賢人様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも面はゆい。だが肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ、ですがそれは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首尾でしょう。確かにその通りだ。そうだな、今はただこの勝利を喜ぶとしよう。はい、孫吾の血を守ることができて本当に良かった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。いいね、うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫権殿、主演はよろしいが、あまり羽目を外されませぬよう。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫吾の地を守ることができた。いいえ、私はただ周遊殿の策を支えたまで。この戦勝は孫吾の知遇があればこそです。押村区は曹操を撃てなかったことか。だがそちらはあまり意に介していないようだ。あの時想定の範囲内と言っていたが、まるで曹操は死なないと知っていたようだ。ええ、私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。では私はこれで。曹操が倒れては困るだと。諸葛亮、何を考えている。孫作、この勝利、君のいる空まで届いただろうか。新たな時代の風は吹いた。願わくは
孫悟の未来に幸多からんことを。